ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前近所の博物館で古代エジプト展がやっていて足を運んでみたんだけど、古代エジプトにはたくさんの謎があるんだなって思ったよ。特に私が気になったのはやっぱりエジプトといえばピラミッドよね。確かにピラミッドといえばエジプトって感じするよな。だが実はエジプトのピラミッドよりもかなり古い時代に建造されたピラミッドがあるんだぜ。それはグヌンパダン遺跡にある巨大ピラミッドなんだが、これがなかなか謎めいた存在でだな。実はこのグヌンパダンのピラミッドの謎を解明することで古代の謎が解き明かされるというんだ。しかもその中にはなんと地球外生命体との関係まで示唆されていることがわかっているんだぜ。エジプトのピラミッドですら謎めいた存在なのに、それ以上に古い時代のピラミッドがあるなんて、しかもそれには地球外生命体との関係が示唆されているっていうのも気になるところだわ。マリサ、そのグヌンパダン遺跡にあるピラミッドの謎について詳しく教えてほしいよ。よし、じゃあ今回は世界最古のピラミッドグヌンパダン遺跡から見る、古代文明と宇宙の関係について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。2010年代前半、世界最古にして最大のピラミッドが、インドネシアにて発見されたという報道が地元メディアにより加熱したんだ。その遺跡こそがグヌンパダン遺跡だったんだぜ。これが世界最古のピラミッドの存在ってことなのね。まずはそのグヌンパダン遺跡とは何なのかについて教えてほしいわ。グヌンパダン遺跡は西ジャワ州チアンジュールの丘陵地の中の一つで、パダン山の頂上にある遺跡だ。これは州都バンブンの西、首都ジャカルタからは、ボゴールのプンチャック峠を越えたさらに南に位置しているな。地元の言葉で光の山もしくは啓蒙の山という意味を持つ聖地とされているんだぜ。聖地っていう時点でなかなか神秘的な場所なんだなってことが想像できるわ。この遺跡は山の上にあるって言ってたけど、具体的にはどのくらいの標高の場所にあるのかしら？グヌンパダン遺跡は標高895メートルに位置している。ちなみにこの遺跡があるスマトラ島の先住民スンダ族に伝わる伝説には、シリワンギ王が一晩で宮殿を建てようとした結果であると考えられていると語られているんだ。なんともまた不思議な伝承だと思うよ。このグヌンパダン遺跡の調査っていうのはいつ頃から始まっているのかな？古くは1914年、第一次世界大戦の頃から調査されていたとされているが、当時は自然の丘であると結論付けられていたんだ。その後2010年に再び注目を集められるんだぜ。なんでそんな時を経てから、もう一度注目されるようになったの？なんでもそのきっかけとしてはインドネシアの地質学者のダニー・ヒルマン・ナタウィジャジャ氏が、地中レーダー等の再調査を行い発覚した調査結果によるものだったというんだ。ヒルマン氏は長年、グヌンパダン遺跡こそ世界最古のピラミッドであると信じてやむことなく、その説を唱え続けていたんだぜ。なるほど。このヒルマン氏は異様にグヌンパダン遺跡について気になっていたことがあったのかもしれないわね。そして最新機器の調査においてヒルマン氏の説を裏付ける可能性を示すデータの取得に成功したんだな。やっぱり最新の技術っていうのはすごいわね。ここまでこの遺跡の見た目の話が多いようだけど、内部構造とかについては調査されていないのかな？いや、行われている。この内部探査が行われるようになったきっかけは、山のように思える稜線がピラミッドを思い浮かべる形状を表していたことなんだぜ。そして炭素年代法により明らかとなった年代は2万6000年前という見解を示したんだ。そんな大昔のものだったの？2万6000年前のものだなんて驚きでしかないけど、ちなみに世界はどんな時代だったのかしら？2万6000年前といえば氷河期とされる時代で、通説では狩猟採集民族しか存在していないとされる頃だ。うわ、さらに驚き。氷河期にピラミッドだなんて、普通に考えたら明らかに場違いの遺構だと思うわ。実は有名なエジプトのピラミッドは通説では4500年前のものとされているが、一説では1万500年前と提唱する学者もいたりする。それでも驚きなんだが、なんとそのエジプトのピラミッドと比べても格段に古い時代のものなんだよな。それって改めて考えるととんでもないことよね。でも4500年と1万500年前だなんて全然違うのに、どっちの説もあるっていうのも不思議な話だわ。これらの年代の見解の違いにはこれまでの歴史において、通説として固められた考古学者の既得権益が妨げの一つにあると思うんだ。そのような経緯によって新説を唱え証明するには多くの妨害がつきまとうこともあるんだ。まあ確かにそうかもしれないわね。ところでこのグヌンパダン遺跡って大きさはどのくらいとされているの？高さ95メートルのピラミッド型をしていて、かなり広大な丘の上に広がる東南アジア最大の巨石遺構と言われている。また丘の上には入り口を示すように枕木状の石が柱のように立っていて、遺跡の全容は120メートルで、長方形のテラスが5面階段の奥へ進むにつれて高くなるように連なっているんだ。これまたなかなか大きな遺跡だわ。
しかもテラスがあるっていうのも特徴的ね。さらに南北に並ぶようにして最下段のテラスは北、最上階のテラスは南に位置していて、5つのテラス内には長さ1メートルほどの柱状の石が使用されている。この各テラスを区切る垣根や隣接するテラスをつなぐ階段などもあり、テラス内を仕切った部屋割りのような細かいスペースなどが、排斥によって形作られていることがわかるんだ。テラス以外の場所には何か特徴とかあるのかしら？テラス以外の場所には大量の柱状の石が散乱する状態を残していて、何らかの建造物の残骸ではないかと憶測されているな。なんとも不思議な遺構ね。ヒルマン氏はこの建造物が丘の頂上だけではなく、その下に広がる15ヘクタールほどの大きさの斜面の領域を包むように広がっていると述べている。さらに地表だけでなく地下の奥深くにまで広がっていると発表しているぜ。そして調査の結果、さらに驚きのことがわかるんだ。え、なになに？なんでもこのグヌンパダン遺跡は単なる人工建造物ではなく、先史時代に次々と積み重ねて数千年をかけて4つの異なる段階で建設されていたんだぜ。どういうこと？一体どんな調査をしたらそんなことがわかるのかしら？調査内容としては地中レーダー探査や地震波トモグラフィー、発掘調査が行われているな。それにより判明したことは第一層が岩の柱壁、通路、空間などの建造物で、そこから地下へ1から3メートルほど進んだところに第二層があることだった。さらにそこに記される石の並びは円柱状の石があるマトリックス構造のように、人為的に配列されていると説明しているんだぜ。そして地下15メートルの地点には第三層があり、石を配列して作られた大きな空洞が部屋のように点在している。さらにその下には玄武岩からなる第4層となり、その玄武岩についても自然のものではなく、明らかに人の手によって修正や彫刻が施されたものだと説明している。層ごとにそれぞれ特徴があるんだね。ちなみにこの層ってそれぞれいつ頃に建造されたのかっていうのは分かっているのかな？これらの各層の放射性炭素年代測定の結果は第1層が約3500年、第2層が約8000年、第3層が約9500年から2万8000年前だと公表しているぜ。なるほど。じゃあ要するにグヌンパダン遺跡は一度に建造されたものではなく、数千年にわたってリレー形式に増築されていったってことなのね。この経緯に判明した年代が事実なら、先史時代の原始人の成り立ちは、現代までの人類による誤りの認識となりそうだわ。ああ、特に基部にあたるユニット4は人の手で作られた最も古い巨石建造物である可能性があるからな。だがこの結果を経てインドネシア国内にとどまらず、世界中で激しい論争が繰り広げられることとなったのもまた事実。新しいことが受け入れられるのがいかに難しいかがわかる事象だと思うぜ。でもまあ真っ向から疑う考古学者たちを尻目にヒルマン氏の研究の成果は、これまで残り固まった考古学の見方に一石を投じる意味では賛同者も集めたと思うよ。さて、このグヌンパダ遺跡のピラミッドは山のように木々に覆われた姿をしていることから、内部の構造の発見には現代の最新機器が活躍を見せたわけだ。世界中にはこのような一見普通の山に見えるものでも、稜線がピラミッド形状に見えるものは探せばまだまだいくつも存在する可能性がありそうだよね。実際、このようなピラミッドは世界中で多数発見されてきたわけだが、ここでグヌンパダン遺跡以外のものも紹介していこう。それは気になるわね。他にはどんなものがあるのかしら？まずボスニアに存在するピラミッドだ。これはセミール・オスマナジッチという研究者が提唱したものなんだが、彼はボスニア中心部の自然丘陵は、地球で最も大きなピラミッドだと主張しているんだぜ。丘陵全体がピラミッドだと考えているの？まああくまで疑似科学の類だけどな。木々に覆われた遺構で、3つのピラミッドからなり、年代測定では1万2000年ほど前とされている。そして内部からは高エネルギー反応が検出されていた。そしてそこでは空に向かってエネルギーが照射されているという話もあるんだぜ。1万2000年前のピラミッドっていうのも相変わらずすごいけど、その内部から高エネルギーの反応が見られていることも驚きだわ。ちなみに他にもこのようなピラミッドってあるのかな？2012年に発見された南極のピラミッドもあるんだが、それはなんと3つもあるとされていて、実はこれ、Google Earth でも姿が確認されていて、実在することはほぼ間違いないとされている。その大きさはなんとエジプトのギザの大ピラミッドよりはるかに大きいとされているんだぜ。エジプトのギザの大ピラミッドもかなり大きいのに、それより大きいだなんて信じられない。ちなみにこのピラミッドたちの特徴とかってあるのかしら？この南極ピラミッドは海岸から約16キロほど離れた内陸部に2基、沿岸部に1基が発見されている。南極のピラミッドが3つ並んだ配置は、エジプトの3大ピラミッドとそっくりなんだ。だが年代的には南極ピラミッドの方が古いはずなので、
もしかしたらエジプトのピラミッドの原型は南極大陸にあったのかもとも噂されているな。まさかのエジプトのピラミッドより古いピラミッドが南極にもあるとは。ちなみにこのピラミッドって大きさはどのくらいなの？ Google Earth のメジャーで測ってみると、南極ピラミッドの底辺は一辺約400メートルもあり、これはエジプトのギザの大ピラミッドの約230メートルよりも大きいことがわかっている。だが実際は雪に埋もれている部分もあると思うので、実物はもっと大きいかもしれないんだぜ。ひえー、めちゃくちゃ大きいじゃない。謎めいた南極大陸に存在するっていうのもまた神秘的な要因の一つかもしれないわね。実は他にも世界の各地域では謎めいたピラミッドが存在していてだな。例えばアラスカのピラミッドやメキシコのテオティワカン遺跡のピラミッド、さらには中国のピラミッドなどが存在しているんだぜ。中国にもピラミッドがあるの？これは貴州省にあるとされているんだが、中国のピラミッドは空軍のパイロットが偶然発見したと言われるものなんだぜ。このように挙げていくと世界中にはまだまだ未だ発見に至らないピラミッドが多く存在している可能性が考えられるよな。そうね。今後も何かの際に発見されることを期待したいものだわ。ちなみに今説明したボスニアやアラスカのピラミッドからは磁場のようなエネルギーが出ていることがわかっている。磁場？ピラミッドから磁場が出ているなんて、これまた奇妙な話ね。この不可解な現象はどうして起きるのかしら？それについてはこの完璧とも言える美しいピラミッドの形状を見ても、一体誰によって、どのような意図を持ってデザインされたのか謎は深まるばかりなんだよな。ところがピラミッド内部には不思議な現象が見られることがわかっているんだぜ。そうそう。そのピラミッド内部では一体何が起きているのか詳しく知りたいのよね。1930年にエジプトのギザにあるクフ王のピラミッド内を見学していた、アントワーヌ・ホビー氏という人がいてだな。彼はピラミッドパワーとも言われる神秘的な作用を発見したんだ。ピラミッドパワーって何よ？まあそのままの意味でピラミッド型の物体に宿っているとされる不思議な力のことだな。なんでも彼はピラミッド内を見学した際に、そこに迷い込んだであろう小動物の死体が腐敗していないことに気づいたというんだ。普通は腐敗が進んでしまうものよね？ああ、ピラミッド内部は決して乾燥している空間でないと考えられているんだが、なんとそこにある死骸は乾燥状態だったことがわかっているんだ。それに対してホビー氏は不審に思い、ここでピラミッド内部には腐敗を防ぐ、何か不思議な力があるのではないかと考えたんだぜ。なるほどね。その結果、このピラミッドパワーを発見したってことなのかな？その通り、ありとあらゆる実験を経ることでピラミッドの形状に何らかの不思議なパワーの存在を発見したというな。ふーん。それで結局、このピラミッドパワーの根本的な原理っていうのはどういうことなのよ？ピラミッドパワーの原理については未だに何も説明がつかないものとされている。しかしこのピラミッドの形状自体に何らかの秘密があるのではないかとする説や、自然界からエネルギーを集め、頂上からパワーを放出しているとする説など様々に語られているんだ。そうなんだね。ちなみにこのピラミッドパワーの効果って腐敗を防ぐこと以外にも何かあるのかな？例えば先ほど話した防腐効果の他に脱水味覚の変化、成長の促進、空気清浄、無病息災、意識改革、精神統一、アンチエイジングなどがあるとされている。よく言われているのはピラミッドの中にしおれた花を入れると復活し、切れないカミソリは切れるようになり、また牛乳はいつまでも腐らないなんて話があるな。やばすぎ、超万能じゃない。ピラミッドパワーってそんなに多岐にわたるものなんだね。さらに驚くことにこれらの効果は模型のピラミッドの中でも得られるということが判明しているんだ。先ほど紹介したアントワーヌ・ボビー氏が帰国後、ボール紙で90センチ角のピラミッドの模型を作り、中に肉や卵を置いておくと乾燥が進んだというぜ。これはピラミッドパワーが発見された一番最初の例と言われているな。ま、マジか。これ現代技術にも勝るほどのすごい力だと思うわ。その後この効果を利用するべく医学、環境、農業、物理学とあらゆる分野にて実験が行われたんだぜ。まあそりゃこんな力があるんだったらみんな使ってみたいに決まっているわよね。この力の謎が解けたら世界中のいろいろな場面で大活躍しそうだと思うわ。ちなみにロシアのトップの科学者たちは医薬品の実験を実施していて、その実験でピラミッドの中に保存された薬品が通常の30倍の効果を発揮するという結果を得ている。しかもその薬品は薄めて使用しても効果は変わらなかったとされているんだぜ。すごすぎ。やっぱりピラミッドの内部に眠っている未知なるパワーは何か不思議なものであるに違いないわ。まるで科学を上回る、何かオカルト的な作用があって生命の全てをカバーする再生機能を持っているようね。何かピラミッドには工学的な技術がありそうだし。古代人の経験則を私たちも利用させてもらいたいものだわ。
そんなピラミッドの形状には3つの謎があると語られているんだ。ちなみに霊夢はピラミッドにおける円周率の謎とか黄金比の謎って聞いたことあるだろうか？円周率の謎も黄金比の謎も聞いたことないわね。でもピラミッドと円周率や黄金比に何の関係があるのかしら？なんでも円周率に関しては、ピラミッドの底面の周長を高さの2倍で割ると円周率になるという。そして黄金比の謎についてはピラミッドの底面積に対する側面積の比が、綺麗な黄金比であるとする説なんだぜ。そんな説があったんだ。そしてこれらの説には地球の経度が隠されているとも言われていて、これは大ピラミッドの底辺が地球の大きさを表しているともされる説なんだ。それはつまりどういう意味？大ピラミッドの底面の一辺を480倍したものが地球の一経度の長さになるということだ。そうなんだね。それにしてもここまで精密に設計されているなんて不思議なものだわ。こんなにも美しさをも備えた完璧なデザインだなんて、まるで人知を超えた何かを感じるわよね。その通り。実際、このピラミッドは宇宙の未知なるパワーの源を表す形状であると考えられているんだ。ちょっと、いきなりオカルト的な話が出てきたけど、それは一体どういうことなのよ？現状では確かなことは分かっておらず、あくまで安易な表現になってしまうんだが、でもこのことについてはこれまでの歴史の専門家といえる考古学者や数学学者たちが、すべて偶然の産物だと片付けているのも不自然な気がしないだろうか？まあ確かに、なんか言い方悪いけど、説明できないことに対してサジを投げているような見解にも思えるわ。それについてもこれまでの歴史を覆す真実が、現代の発見によりあまりにも多いことを考えると無理もないようにも思える。だがここで注目してほしいのが今回最初に話をしたグヌンパダン遺跡のピラミッドなんだぜ。あのグヌンパダン遺跡のピラミッドがどうかしたの？ここまでグヌンパダンのピラミッドが世界最古であることの経緯や、年代を分けて積み上げられた遺構だとして古代の人々が受け継ぎながら建造したものと話しただろ？だが超古代の遺構と地球、それらに記されるさらに大きな謎が判明しているんだ。これ以上驚かされることって何かあるのかしら？その大きな謎っていうのはどういうものなの？何でも古代の人々はこのような巨大な遺構を、精密に世界中に分布して建造した形跡があるとされているんだ。世界中の文明、遺跡の分布する場所を見ると一定の法則があることがわかるんだぜ。一定の法則っていうのは気になるところね。それは一体何なのかな？なんと地球には磁場エネルギーを強く発する場所が格子状に覆っているとされていて、磁場エネルギーの強いポイントをつなぐと地球上にグリッド線が描かれているんだ。そしてその線上に古代文明の遺跡が見事に並ぶことが判明しているんだぜ。ピラミッドに磁場エネルギーなんて気になるわ。そういえば前にボスニアやアラスカのピラミッドから、磁場のようなエネルギーが発せられていると言っていたわよね。それってやっぱり何か関係あるのかな？そうだな。このようなことからピラミッドや古代の巨石遺構は地球を俯瞰して、まるで測量でもしたかのようにグリッド線を描き、磁場の強い要所地点において文明のシンボルを建造したという解釈に落ち着くんだ。いやいや、でもこれらのピラミッドってずっと前の時代にできたものとされているじゃない？それなのに現代でも驚かされるような技術を持っているはずがないと思うわよ。確かにそう思うかもしれないが、何万年にも及んで後世に残る文明の痕跡は、現代の技術をはるかに逸する存在なんだよな。ちなみに現代文明の科学による建造物や工業製品は長くても数百年しか形を残せないと言われている。だが古代の文明では建造物の材料として石が使われていることから、後世に残る年数は格段に違うものとなるんだ。確かに材料っていうのはかなり重要なポイントだよね。石は意図的に壊さない限りなかなか壊れないと思うもの。私もそうだけど研究者たちも古代の石は永久不変の存在だと思っていたはずだわ。ああ、このようなことから石という存在は永遠性の象徴として崇められた思想があるんだ。それが受け継がれて原始宗教と結びついていったと考えられているんだぜ。やっぱり古代から石っていうのはそれほど重要な存在だったのね。でも確かに考えてみれば石って古代から石器などで生活に利用されてきたわよね。まあおよそ200万年にわたり人類の歴史の大部分は石器時代だと言われているくらいだからな。このように古代の人間の営みではこの見解の範囲で説明できると思うが、じゃあ古代の巨石遺構においてはどうなのかって話だ。これについても地球に発生して栄えた古代の文明の痕跡を後世に残す意図があり、人間の手によって建造されたと考えられる気もするんだぜ。確かに、そもそも現代に残る巨大なピラミッドや巨石群が、地球のグリッド線上の磁場パワースポットに点在していることも不思議な話だと思うのよ。さらにそれらの未知なる神秘的なピラミッドのデザインも同じことが言える。そしてグヌンパダンのピラミッドの世界最古とされる年代を一つとして考えるには、確実に確絶に行き着くとも思うんだぜ。そうねー。
それで結局、このピラミッドを作ったのは誰なのかしら？実は火星にもピラミッドが存在するとする説もあってだな。このことからもピラミッドを作ったのは地球創生の神として語られてきた。地球外に存在する何者かであり、古代の宇宙人以外にはないと思うんだ。宇宙人だなんて信じられないと言いたいところだけど、ここまでの話を聞いていたら、確かにおかしくない話な気もしてきたわ。このように世界最古と銘打ったピラミッドは驚愕する年代を打ち出しているわけだ。だが古代の宇宙人が描いた専門的な意向と地球規模で描かれたグリッド線上のデザインは、未だ発見に至っていないのも事実。謎はたくさんあると思うけど、すべての意向がその姿をあらわにしたとき、初めてその意味を人類に示すのかもしれないわね。ということで今回は世界最古のピラミッドグヌンパダン遺跡から見る、古代文明と宇宙の関係について話をしてきたぜ。話を聞いてみてどう思った？正直、想像を絶するような驚きの話ばかりだったわ。ピラミッドに秘められたパワーについてもそのピラミッドが地球外生命体と関係していることも、今はまだ分かっていないんだろうけど、早く解明されてほしいなって思ったよ。そうだな。ただこの謎が解けるということは、その分古代の歴史が大きく覆る可能性があるわけだ。そのことも胸に刻んで、今後も研究が進むことを祈っていようぜ。研究者さんたちの奮闘に期待しているわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。